はい、こんにちは、ということで、あれ、俺いつも小さい画像でやってるんかな、どうやってやってたんや。なんか別もありました。ハイパーリローダー、ちょっと待って、ちょっとさすがにハイパーリローダーはちょっとつけさせて。うわー、ここつけたいなー、ハイパーリローダいや、今つけて意味がないんは分かっとるよ。誰かにつけとこうかな。やべえ、マイトガイン並みの、ちょっとなんだ、もうこれぐらい放送外でやっとってくれって言われるけど、これ楽しそう。何やったんやろ、さっきの。なんとかそう。うわ。さっき言ってられた。もう先にセフィーロ行こうか。合体攻撃が欲しい。
ツマジック。上で戦うかと思ってヒヤヒヤしとったけど、てかもう結構1ヶ月ぶりぐらいにやるからな。操作方法、あのマイナスボタンだけ押さんようにして気をつけないからな。ナラティブブラックシックス、いや めっちゃ久々にするからなんか操作方法がわからん。前にしたいんやけど、なんで光るが一番左な、真ん中じゃないんや。ヒアース見たいけどな、多分サンライズ扱いになるからなんか見れんのかな。これあれじゃないか、あの前のえ T の時の最後じゃない、なんか顔変やね。何あれ、何の機体？ナイツマジック？おお、これかっこいい、ポーズかっこいい。なんか、ウミちゃんとヒカルがなんか変やな。
みとかついてるからな。こいつか。久々にやるから、まあまあ、まあ強いわな。さあ、でどっから行く。ああ、攻撃できんかった。63%。あのシルエットナイトは俺に任せろ。一気に進めたメーション。集中。飛行剣。ザインナッカー。何の戦果も上げられんとは。スマッシャーで1万は出ないだろ。気持ちだけでも前に出ないと。ディープスラッシャー行け。そろそろアップしてくれんかな。
この剣で未来を切り開く。悪を倒して正義を示す。結構かっこいいな。おお、滅却。怪盗ランマー。いやー、まさに次あれやな。正義は必ず新作が大勢すげえな。新桜大戦だしな。桜大戦のメンバーいっぱい増えてきたら鬱陶しいな。程よくでいいよ。カンナとか使いたくないし。じゃあローデクは私たちが止めなきゃ。そっから動くんじゃねえぞ。よくしなかった。何？もう一遍行くぞ。微妙にこのエクストラアームつけとるから8000ある。ニカラ号の8000。やっべ、光る前にするべきだ。この魔物、今までのやつとは違う。誰が相手でも負けるもんか。どけー。レイヤースの蔵も作りたいな。違うか、違うか。これ戦艦じゃないな。ていうか早くナラティブ C 装備にならないと火力足りないぜ。セサール7仕掛けます。火力が足りてない。急げばいける。くらえ。いや、今回コードギアス微妙やな。あんま好きじゃない。私の前に出てくるんなら負けられない。絶対これでこれがグレンの副車波動だ。あれ、ああ、しまったな。家族つくとったら行けとったの。あ、久々にするから、なんか操作方法がガクつきがあるな。
なんか地味に当たりそうで怖いな。あーさ、カウンターついてるんだ。一回作っときゃ。コンティニュー。スリスリ。お、よくなったな。損傷の報告は不要よ。射程に入った敵を離脱させるな。座標軸転送。目標位置、速度予測進路 87.5%。 訪問、開け。オペレーターさん、喋るんだね。発射。あれかな、やっぱあの彼、開けたからかなんか知らんけど、もう変わってる。この子も早く、もう一個技欲しいよな。離脱なんてさせない。移動後の1から3ぐらい。有効、イザンホー侵襲レーザー。あの、イザン召喚が、あの、立ち行かで技がないもんかな。だともう1個ぐらいは技あるんで。救急に寄り付よ。あれなんかな。おお、熱血覚えた。さ、カウンターついてるね。この魔物、海ちゃんと今までのやつとは違う。カウンターつけた。炎の矢だ。絶対に止まっちゃダメだもんね。待て待て待て、逃がさない。行くのだ。いやアーマードコア6のあのアイビスのうざかった。とりあえずなんか相手の真上に立ったらなんかうざかった。ジャンプして相手の真上に、ね、真上のゼロ距離になった時にとりあえずニードル感を出す。ゼロ距離ニードルだ。外れることないから。あら。あれ。どうなんやろ。この
適性が悪いわ。獅子の体勢。鉄壁突撃系タイプ。丸くはないな。でしょ。4万ぐらいいけんかな。ちょっと待った、精神コマンドで加速プラス3。123123456678、いやいけそうやな。余裕。
ハイパーでちょっと強いんだ。艦長、前方の目標群を叩きます。主砲発射最終段階へ、防御シャッター下ろせ。主砲射線上に味方機を認めず、 AG ブレーキ作動。とりあえずこれするための発射5秒前3、2、1、撃て。でもこの使い方正しいよ。ガンダムですね。これは余裕でいい。ダーティングいらんかった。ニョインって上なるんがうざい。あ、全然ならんかった。なんかあれやな、A 装備のやつからなんかあの乾燥パーツみたいなやつプラモか。
38,000か。相手じゃねえ。あっちに。Tリンク、フルコンタクト。絶望ソード、射出。トロニウムエンジン、フルドライブ。すべてを切り裂け、SRX。あれやな、このオリジナル系の。この連結覚えた。超必殺。天上天下、粘土、爆砕拳。はい、覚えてる。粘土爆砕。あ、倒しきってもだ。怒った以上にやっぱ強かった。あー、姫さん助けに行ってるな。めっちゃ強かったもんな、 T の時な。 MP0 で1から9ぐらいまで、1から10ぐらいまであったもん。そんな代わり、いやでも射程1すげえ分かったけど、射程1以外やったら移動の攻撃なかったな。レイアースあれか、無印のところまでなんやな、ということは。
しょ。ああ、無印のところもある。欲しいなこれ。あれ出てくるかな、あのエメロード姫出てくるかな。射程でマックスキャノン持てる。マックスキャノン強いな。1から2から11、無限パンチや。何この無限パンチ。速やかに周囲の安全を確保する。俺もやるぜジーデッカ。頼むガンマックス。チェンジ。あのアーマードコア6で、あの途中おとなし、あの敵戦艦はジーディー君やの、マックスキャロード宇宙空間やのブースト引きまま今だ、トリガーを。一瞬戸惑うんやろ。ファイヤー。いや向こうまで絶対届かんやろ。あ、宇宙や。なかなか火力出ないな。私はまだ倒れるつもりはない。この機体のプラも欲しいよな。一時反撃を封じた狙い。
エメロード姫のところへは行かせん。倒しきりそうだ。なんかだから分かる、お前に支配する気もない。女性をさらう赤目、覚悟しろ。さあ行こう、さくら君。ええ、行きましょう。大神さん、さくら君、大神さん、二人は桜色。軽くてね。私は倒れることも引くことも許されないのだ。己が願いを叶えるため。受けろ雷衝撃者。花組の隊長を甘く見。なんかちょっとお茶濁しが欲しいな。狙撃はあるけど。いやーないなー、あの突撃つけねんかな。あ、主人公剣に決意ついとるやん。あ、しまった。
やべ、1万2000って足らんのだね。なんか足らんような気がする神官ザガート、エメロード姫を返してもらう。やるよ、レイアス。を倒さねばならんのだ。マジックナイトの伝説、認めるわけにはいかない。受けろ、雷衝撃者。この闇は我が絶望だ。ザガード、私たちは絶対に負けない。あの、まるっきりあかんかったまるっきりあかんかったそれ、めちゃくちゃあのハイグレードの、私のハイグレードの、こちらも気づいた。これでどうだ。めちゃくちゃな願いだから。
気でいけるんだ。敵のエースが来る。撃ち落とせ。行動予測パターンを1024通り算出。それにランダム砲撃係数をインプット。手法、用意。すごい格好ですな。あれやな、これ多分あの T の時のあのまるっきり同じなんかな。あーやっぱあの T の時のあれやな、あの話を。聞くとかついてないやろ。ついてる。3回行動もついてる。また10万とかある。
がどんな手法を見せるか。あの人がいない世界なんて。ジョガート、あなたの力、私死ね。大丈夫だ、これなら問題ない。このエメロード姫めちゃ口悪くね。戦うしかないじゃないか。最後はこれだ。インコブ、行け。そこだ。邪魔をせいだ。このナルテオの曲ちょっと YouTube で聞いてみたんやけど、かっこよかったな。来たらいいよ。クサが倒してくれるやん。しかも地味に硬い。まあ、また見ましょう。エクストラクション移動した後に使えたの。ああ、そうそう、鉄壁つくとかなまずい。あー、マルチアクション作ってきゃいかんな。
間倒しゲーかな。ジャガートの叩き殺してやる。このジャガートの剣で死ね。めっちゃくちゃ悪い。死ね。見てるこっちがヒヤヒヤするぜ。見てるだけじゃん。この力、世界の存在そのものを揺るがしている。これは俺が行かないとね。分かってならさっさと行けよ。アクセスコードスカイビッター。グリッドも最初悪い時は乱数なんですけど、最後があの大空合体超人エネルギースカイグリッド。力でジャガートを奪ったか。その作品の主人公機やからね、そうそうやられることないよ。キャー大神さん集中使うってこれか。結構きついこの勝負マジで？すごくない？オーガ方針！何も感じる。あー、集中ついてこれか。
いやあ、威力高かった。やっちまった。めっちゃファイティングポーズしてる。すごいコース。
手上げてないから威力弱かったんやな。おお、めっちゃクランプエやな。いかけんにしやお前ら何千葉玄関に。あ、いやな、この前回の作品の参戦キャラクターはこうやって回収するか。いや、あがすごい。あ、メガネ。対戦3の方が遊んどる時間長いから。ワンは全員分クリアしたけど、2は1回しかクリアしないから。パーツに入れりゃ、とかないか。